バル206はバルシリーズの一つでマトラによって開発された自動運転式の自動案内機常式旅客輸送システムである。ゴムタイヤを使用するため高い加減速性が求められる用途に適している。名称にある206という数字は車両の幅が206センチメートルであることに由来する。各列車は2両編成。無人運転であるが必要に応じて 手動運転とすることも可能。現在は製造終了後継者のバル208に移行した。バル208と共通運用することが可能である。自動運転のため遅延が少ないほか列車密度を高くできる。一方、当列車は基本的に2両編成であるため利用者が少ない地域や中規模都市に適している。車両は狭いものの 窓が大型であるため開放感ある車内とした。ヨーロッパの気候に合わせて基本は、比例棒である。部材の多くに、プラスチックが多用されているが、ドアや、スタンションポールは、ステンレス製。車内の色調は、鉄道事業者により様々。制御方式は、GTO サイリスタを用いた直波制御方式で、直流電動機を駆動させる。主電動機は、車体に操作され、動力は、 カルダンジョイントとハイポイドギアを介して伝達される。ありがとうございます。